な車を潰すんじゃねえぞ。上りか。これは俺の言った通りだろうが、いいエンジンだぜ。上りでも俺についてこれるんだからな。こっちも遠慮なく行かせてもらうぜ。たくみくん、ごめんね。私、どっか間違ってた。やっと気がついたけど、でもどうすればいいかわからない。だから、とりあえずたくみくんと同じようにバイトしてみる。私、変わってみせる。俺が86にこだわるのは、古い車だからというハンデを逆手にとって相手を追い詰めることが快感だからだ。だが今度だけはそれは通用しない。同じ86同士、絶対に負けられない。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。お前のトレノからほとばしるオーラが俺には見える。ケイスケさん、いいんですか、こんなところで。他にギャラリー決め込む場所もないだろう。こう狭くっちゃな。来た。しゃあ、来た来た。これだ。この突然ドッカンと来るのがたまらないのさ。時代遅れのドッカンターボか。ねえケイスケさん、藤原のトレノも秋山のレヴィンもフロントマスクとテールランプのデザインが違うだけで基本的には同じ車ですよね。ん？ならどうしてあんなに走りが違うんですか？いや、それはつまりこういうことを説明するのは兄貴の方がいい。俺は頭で分かっちゃいても言葉にすんのは苦手だからな。ケンタの言う通り、トレノもレヴィンも双子のようなものだ。だが、あの2台はチューニングアプローチが異なるため、全く性格の違う車に生まれ変わっている。タービンなどの下級機を使わないチューニングをメカチューンと呼ぶ。藤原のトレノがそれだ。アクセルを踏む足の動きに、ダイレクトにエンジンの回転がついてくる。応答性の良さが最大のメリットだ。限界に近いスピードでコーナーに進入した後でもメカチューンならそこからの微調整が可能なため、さらに追い込んでいける。だからターボチューンに比べ思い切った進入が可能だ。藤原のトレノ、メカチューンは突っ込みに強い。対して秋山のレヴィンはターボチューン。ターボチューンはコーナリングの切れ味では一歩譲るとしても、直線の加速の鋭さでこれを凌駕する。ターボチューンは立ち上がりに強い。はあ、でもあのレヴィンのケツのふらつく走りは。ターボラグの大きいドッカンターボってやつは、一度ブースト圧を落ち込ませると立ち上がるまでがかったるい。そのためあいつはコーナーの出口でマシンが振られてもアクセルを戻さずカウンターだけで抑え込んでいるんだ。おそらくあのレヴィンの車体を揺らす走りは、癖のあるマシンを乗りこなすために自己流で身につけたテクニックだろう。分かったかケンタ、峠の走りは奥が深いんだよ。はい、さすが凌介さんです。
イニシャル D。イニシャル D。